トゥーハート8回目新旧あかりと同じクラスになりました。まさしも一緒、まあ、志保は今日は始業式だね、おそらくこれからまたゲーセンに行くという流れになると思うので負けないぞ。3連敗してるからな。いつものようにみんなを誘って遊びに出よう。俺はまずまさしに声をかけた。まさし、同じクラスだからね、これからどっか行かねえか。するとまさしは、あれ申し訳なさそうな顔で、あれゲーセンじゃないの。ごめん、これから部のオリエンテーションがあってそれに出なきゃいけないんだ。あら、そういった部活所属者にはそういうのがあるんだ。行動で新入生の入学式が始まる。それが終わると続いてグラウンドの方でオリエンテーションが始まる。オリエンテーションとはいえば各部対抗の新入生獲得 PR 合戦だ。グラウンドには体育会系文化系のクラブの出し物が出揃い、さながら学園祭のような雰囲気になる。私はそこでサッカー部の PR をする。リフティングでも披露する気だろうか。ごめん埋め合わせはいつかするよ。しょうがねえよな。そんなことを言っていると、おう、やっほー、隣のクラスのやつが来たぞ2A が来たぞ。 2A が想像しい声とともに志保がやってきた。でけえ声で俺の名前を呼ぶんじゃねえ、恥ずかしいだろうが。あら、元気が一番よ。うん、元気がいいのとうるさいのは別だ。おお、行きたいんだけどマサシが来ないってさ。ちょうど今俺もそう思ってたんだ。なら話が早いわね。あんたとマサシ二人追加ね。あかりはもう決定なんだ。ごめん志保、僕はちょっと抜けられない用事があって。こいつ部の PR になるんだ。あっそう、ま、頑張ってらっしゃい。ごめん、じゃあそろそろ行くから。うん、マサシは軽く手を挙げて教室を出て行った。じゃあ今日はハーレムだね。 あかりと志保と、あ、みっけ、ちょっとあかり、あれ今から誘うの。志保はちょうど教室に戻ってきたばかりのあかりを手招きした。何、これから遊びに行くわよ。行くわよ。これから、そうよ、空いてるわよね。お、うん、空いてる。さすがあかりだぜこの暇人め。じゃ決まり、こないだみたく楽しくパーッとやるわよ。勝手に盛り上がる志保、新学期早々ハメ外しすぎんなよ。これでもやっぱりゲーセンイベントってことで、そこ合ってんのかな。水を差すようなこと言わないというわけで、俺たちはまたもや町に繰り出した。あれ、なんかこの志保の立ち絵初めて見たような気がする。ウインクしてる、かわいいな。あのワンピース超かわいい。あ、ほんと。じゃ、あれは、あれは、うん、あれもいいね。女二人を連れ、両手に花状態に見えるものの、実は案外退屈なもんだ。あ、来た来たよ。ゲーセンの上にあるカラオケボックスに入った。ほう、今日はカラオケなんだ。おお、なんだこれ、これオープニング曲じゃん。これ流せる、ちょっと待ってこれ YouTube 的に OK かな。ごめん、ダメだったら消すわ。ここもしかして歌ってくれる。あ、歌ってくれてる。シホバージョンだ。へえ。で、これ本当にごめん、流せるのか。シホ、へそちらがいいぞ、へそちらが。あかりバージョンも聞きたいぞ。うん、これ全部聞かなきゃダメなのかな。シホバージョンだから YouTube 的にも OK でしょ、きっと。
カラオケみたいなもんだから。多分ね、オープニングアニメーションがアウトだったんじゃないかなと思うんだよね。YouTube は消されちゃったやつね。シフォ歌うとき小指立てるんだ。これでもいい曲だよな。もうまさにギャルゲーのオープニングって感じでさ。シフォの CG ゲットできるのはいいけど、おい、あかりの CG 欲しいぞ。なんかやっぱこうドリームクラブの癖でカラオケイベントの時はついパフパフパフってやりたくなっちゃうね。シャンシャンシャンってやりたくなっちゃうね。酔っ払いバージョン聞こうぜ。シホ酔っ払っちゃえよ。というわけでオープニング曲でした。オープニング曲タイトルなんだったっけな。説明書に書いてあった気がするよ。ここではシホの独断場だ。あ、フィーリングハートっていう曲。はい、よくマイクを持ったら話さないというが、シホがまさにそれ。単純にレパートリーが多いので途切れることなく歌い続けられるのだ。シホ相変わらず歌うまいよね。だからってなんで高い金払ってあいつのリサイタルを見なきゃいけねえんだ。俺はムスッとした顔でコーラをすする。あかりはまあまあと苦笑した。あかりの歌も聞かせておくれよ。帰ってきちゃったよ。ちょっと、シホ、あかりにも歌わしてよ。シホのやつには参ったぜ。あれだけ歌っても、というか、厳選イベントなかったな。ミニゲームじゃないんか。あれだけ歌っても、全然喉の調子が悪くならねえ。普段からでっけえ声を出しているから、声帯の訓練もバッチリってことか？俺はダメだ。すぐ喉が枯れちまう。今もガラガラだ。今日はよくうがいしておこう。ガラ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 ペッ、ガラ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 ペッ、ガラ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 。ああ、終わっちった。2学期、2学期じゃないや、2年生になって初めての最初の一日。4月9日、今日もいい天気だ。天気に比例して目覚めの方も良ければ俺としては大助かりなんだが。今日はちゃんと起きれたね。褒めてる時も嫌味を言っているとも取れ、褒めているとも嫌味をと言っているとも取れる言い方だ。褒めてるんだよ。慌てて俺の疑惑を否定する。あかりのなんかちょっと天然で人をイラつかせるところ好きだな。ゲーセンのイエーイにしてもさ、あのなんちてーみたいなやつとかさ、なんかめちゃくちゃ可愛いんだけど、なんかイラッとさせるところはすごくあの魅力的だと思うよ。なんか嬉しそうだな。さっきからあかりはなんだか変にニコニコしている。今日から教室まで一緒だと思うとね。そうだよね、クラスメイトだもんね。微妙な差だろ。それが大きいんだよ。あ、そう、席は結構離れてんのかな。その日の1時間目、つまり新しいクラスで最初の授業はホームルームだった。新しいクラスの担任木林先生が言う。よし、まずは全員一言ずつ簡単な自己紹介をしよう。わ、これやだよね。進級して自己紹介ってほんと嫌いだったわ。じゃあそっちの端から順に行こうか。なんかすごい緊張するんだよね、自己紹介って。そんなわけで初っ端は生徒たちのしょうもない自己紹介を聞かされた。名前、去年のクラス、所属している部活動、趣味なんかを簡潔に一言ずつ言っていく。とはいえ全部で40人以上もいるのだ。とてもいっぺんには覚えられない。お、気づけば次はまさしの番じゃねえか。まさしって上の名前なんつったっけ。佐藤まさしです。あ、まあ、佐藤だったっけ。1年の時は A 組でした。サッカー部所属です。趣味はハムスターの飼育とか。ハムスター飼ってるんだ。可愛いな、相変わらずまさし。
数人の女子からクスクスと笑い声が漏れる。ねえねえ、今のって佐藤くんのギャグなのかな。そうなんじゃない。いやいや、なんでよ、そんな声がひそひそと聞こえてくる。ちゃうちゃう、なわけねえって。私はそんな受け狙いでギャグをかましたりするようなやつじゃない。今も愛想笑いなんか返してるけど、多分本人はなんで笑われているのか分かっていないに違いない。昔から微妙にずれたところがあるんだよな、まさしって。まさしはハムスターとかそれ系のペットを飼うのが好きだ。確か幼稚園の頃からずっと欠かさずに飼い続けている。あー、やっぱ可愛いものが好きなんだ。女の子なんじゃないの、本当に。性同一性障害なんじゃないの。そんなわけだから、小学校の自分は毎回決まって飼育係をやらされていたもんだ。などと考えているうちに、いよいよ俺の番が回ってきた。うわ、緊張する。え、なにこれ。さて、なんて言おうか。うーす、いつけだいつけだ、みんな1年間仲良くしようぜ、とフレンドリーに行く。うーす、いつけだいつけっす、よろしく。ナチュラルに行く。いつけだいつけです、よろしくお願いします。無難に行く。これさ、自分で考えたら絶対無難というか、これしかないだろう。うっすとか、うっす。いやー、明かり的には何が正解だ。ちょっと待って、ここセーブしよう。ここセーブ案件の気がする。違う、なんだっけ、バスボタンか。どの反応が明かりに受けるか。この挨拶でさ、結構ね、初動大事よ。初動はほんとナチュラル言ってみる、一回。うーす、いつけ大好きっす、よろしく。これがナチュラルなのかどうなのかよくわかんないけど、ナチュラル、ナチュラル路線。うーす、いつけ大好きっす、部活は帰宅部で趣味はゴロネ、以上、よろしく。俺は肩肘を張らず普段通りナチュラルに挨拶をした。自己紹介なんて正直かったるい、早く終わってほしい、この程度で十分だ。ん？あ、あ、席に座ると明かりのやつがこっちを見て、もうめんどくさがりなんだからという顔をしていた。これ良くないんじゃないのかな。なんで悪かったな、めんどくさがりで。ん？今例の関西女がこっちを見ていた。なるほど、星名さんだったっけ名前。星名さん、これはだからむしろ星名さん的にいい選択肢だったってことかな。ちょっと待って、やり直します、ごめんなさい。明かり受けを狙いたい。ロードする。このどこでもセーブできるの本当に助かるな。元は PC ゲーだからね、やっぱり PC ゲーと同じくどこでもセーブなんだろうな。フレンドリー、フレンドリー。でもさ、星名さんとあかりぐらいしかいないんだよね。フレンドリー行ってみるか。うっす、いつけだいつけだ、去年は A 組でした、部活はやってません、みんな1年間仲良くしようぜ。これやだな、こんなこと言うやつ。俺なら仲良くできねえけど。明るくフレンドリーに挨拶をした。何はともあれ、こういうのは第一印象が肝心だ。早くクラスに打ち解けるためにも、近寄りがたい雰囲気はやめて、親しみやすい印象を与えとかないと。明かりの反応どうだ。よし、ここは軽めのスキンシップをして、さらに着やすいやつを演出しとく。うっす、よろしくな。俺は名前も知らない後ろの席の兄ちゃんの肩を叩いていった。気持ち悪いよ、やだよこんなやつ。戸惑ってる、ドッピキしてんじゃねえかよ。ぎこちない笑顔と歯切れの悪い返事が返ってくる。よっ、そっちをよろしくな。よろしく。気持ち悪い。気持ち悪い。酔っ払ってんのかこれ。ポンポンポン。俺は男女構わず近所にいる生徒の肩を叩いて回った。よろしく、よろしくな、よろしくな。全員同じように迷惑そうに愛想笑いをする。あかりやまさし他一部の連中が笑ったので、あ、笑った。教室の空気が賑やかになった。笑ったか。まあ多少鬱陶しいやつと思われたかもしれないが、他人との距離を置きたがる連中が多い今日この頃、これぐらいフレンドリーに行っても問題ないだろう。フレンドリー作戦はまずまず成功。お、見るとあかりのやつがまだ笑っていた。いつまで笑ってんだ。しょうがないから瞬間的に面白い顔をしてやると、さらに肩を震わせて笑った。
変顔死ね、笑い地獄の刑だ死ねおいおいおい、メインヒロインに死ねっていう主人公いるかい。周りからいつまでも笑っている変なやつだと思われろ。あーでここで共通入ったか。ちょっとこうなってこうなるともう一パターンも見てみたい。これが正解なような気がするんだけど、無難に挨拶をするとどうなるんだ。おっとっと、つまんねえやつで終わっちゃう。伊助大介です。去年は A 組でした。部活はやっていません。よろしくお願いします。俺は無難に普通の挨拶をした。こういうのは形式的なもんだから普通でいいのだ。下手にフレンドリーに出てお寒いやつだと思われるのもよろしくな、よろしくな、よろしくなっつって、めんどくさそうにそっけなく行くのも印象が悪い。いよいで席に着き、何気なくふと横を見ると一人の女性と目が合った。あー、星名さんか。星名さんだ。うん、俺のことを覚えているみたいだ。そうか、わかった。じゃあ下二つの選択肢は両方とも星名さん関連というか、星名さんの好感度が若干上がるって感じなのかな。ねえ、まさかのよろしくな、よろしくなーがいいんだ。これだわ。うん、間違えたよろしくな、よろしくな、うん、うっす、よろしくな。死ね、笑い地獄だうん、あかりの挨拶聞きたいな。でこうだな。よし、これで進めていこう。たまに笑いを取るやつもいたが、基本的には当たり障りのないしょうもない自己紹介が続いた。男子が終わり女子へ。次はあかりだ。お、変なこと言え、変なこと言え。上岸あかりです。去年は C 組でした。趣味は読書と、あと料理とかです。1年間よろしくお願いします。無難だな。あかりもよろしくな、よろしくなって、やんないと。ペコッとして礼をして座る。あー、つまんねー基本中の基本って感じだ。まあ元よりパッとしないあかりのことだ。逆に型破りな挨拶をしたらビビっちまうけどな。あかりは小さい頃からそうだった。何をやっても普通というか妥当というか、とにかく目立つことのないやつだった。故になんというか、いまいち存在感に欠けてて影が薄い。まあその辺があかりらしい影が薄いあかりって言われると、どうしてもゆるゆりあっかりーんが出てきちゃうんだけどね。あかりらしい。お、次はあの星名じゃないか。注目注目。関西弁。星名智子です。昨年は C 組でした。部活には所属してません。趣味は特にありません。あー、なんかでも関西弁隠してる感じだね。それだけ言って席に着き、座ったなりツンと済ましたようなに目を閉じる。こいつはまた明かりに負けず劣らず淡白っぷり。いや、同じ淡白でも星野の場合は圧倒的っつーが、気軽に話しかけないでみたいな雰囲気がビシビシ放出されていた。それは大きな違い。なんとなくいかにも敵を作りそうなタイプだよな、星野って。あー、魔性使いチームにもね嫌われてたもんね。実際今だって女子の一部は横目で星野を見ながらひそひそと囁いている。星野も星野でそれに気づいているはずなのに無視して知らん顔だ。前に少し喋った時もどことなくそんな感じはしていたが、星野って一匹狼っつうか、周りに溶け込むのを嫌うタイプなんだな。そういやあいつ関西出身なんだっけ。よく向こうの連中は根本的に関東とノリが肌に合わないみたいなことを耳にするけど、やっぱりあの態度ってそういったことが原因なのか。いや、単純に個人の性格の問題か。おっと、何にせよ上辺と勝手な想像だけで人を判断するのは良くない。今日はたまたま虫の居所が悪かっただけなのかもしれないし、反省反省。あー、終わった自己紹介。レミーの自己紹介聞きたかったね。レミー何組になったんだろう。新担任が立ち上がって言う。よし、とりあえず自己紹介も終わったし、次は各クラス委員の選出をしたいと思う。うん、まずは委員長を決めて、あとはそいつに進行してもらおうと思う。ということで次はクラス委員長の選出をすることになった。しかしこのクラス委員の選出ってやつ、迷うのことながら手間取る。原因は自分からやりたいってやつがいないせいだが、まあそれは当然。クラス委員なんていわゆるただの雑用係。選んで進んでやりたがるような奇特なやつなんぞいるわけがない。
かといって他人を推薦して嫌がられるのも押し付け合うのも遠慮したい。結局全員無関心を装って議会に参加しなくなるわけだ。ああ、推薦も立候補もないなら先生が勝手に決めるぞ。木林先生がそう言うと一斉にと不満の声が上がる。生徒は全部で40人ちょい。単純に約40分の1の確率で自分が院長に指名されることとなると、これはもう他人事ではない。クラスの中の生徒かっこ俺を含むがブーイングを飛ばすと、木林先生は苦笑し、わかったわかったと言った。じゃああと1分、それぞれもう一度考えてみてくれ。それでも決まらないのなら、その時は先生の独断で指名するからな。そういうことになった。早々に誰かが院長のポストに収まってくれれば手っ取り早い。お前やれお前やれ、そんな声が飛び交い、教室中がざわざわとにわかに騒ぎ出す。俺は俺でメモ帳を開いてシャーペンで字を書き込み、それを破って丸めて明かりに投げた。紙はポンと明かりの頭に当たって床に落ちる。明かりが何するのとベスを書いたような目でこっちを見た。かわいいな。クイクイって指を指さす。明かりは丸めた紙を拾った。紙を開いて中を見た途端表情が変わる。お前を推薦してやろうかと書いてある。あかりは慌ててこっちを向き、やめてやめてと手を振った。仲いいな。いいじゃねえか、お前やれや。ダメダメ、私そういうの絶対無理。俺推薦しようかな。お願いやめて大輔ちゃん。口パクだけで会話する二人、もうできてるな。お互い長い付き合いなので、こういう芸当も可能なのである。だがそれに関しては結局あかりのやつがマジで嫌がるので、しょうがなくやめてやることにした。ただでさえ存在感がないんだから、たまにはこういうところで目立ったらどうかとも思うがね。根は真面目だし、昔から先生にも受けがいいし適任だと思うぞ。まあでも確かに司会進行とかは昔から苦手だったな。しゃあねえな、あかりはダメと。かといってまさしのやつはとても委員長なんて柄じゃない、サッカー部だしね。これはつまり俺の知っている範囲には推薦すべき人間がいないってことか。よし、1分経ったぞ。木林先生が腕時計を見ていった。それじゃあ、はい、立候補から。シーン。ああ、この流れで星名さんやるのかなと思ったけど違うんだ。途端に静まり返る教室。はい、立候補はなしと。それじゃあ、次推薦。なんかこれまたシーン。目を合わせないようにうつむく生徒たちを木林先生はゆっくりと見渡した。しょうがないな。それじゃ先生が勝手に決めるぞ。勝手に決めるってひどいよ な。その時だった。お、私星名さんがいいと思います。おめえ同じクラスだったのか。出た、魔性使いチームだ。東野だ東野。久しぶり君。あ、君同じクラスなの。これさ、確か星名さんをなんかいじめてたというか、なんかいびってた3人組のうちの1人だよね。ある女生徒がそう言った。見るとそれはさっき横目で星名を見てひそひそ言ってた女子の1人だった。おめえ同じか。いや、俺この子好きなんだよね。ビジュアル的に好きなんだよね。青髪ツインって。星名さんは去年も C 組で委員長をやってたから、適任だと思います。あ、賛成です。この子もあれか、3人組の1人か。同じクラスなんだな。斜め隣に座ってる女生徒たちが言った。あいつらも同じくさっきひそひそ言っていた仲間だ。星名さんって真面目だし責任感もあるし、まさにうってつけの人だと思います。悪そうな顔、なんか悪そうなやつがいるな。これ星名いじめがちょっとあんのか。一方言われた方の星名はさぞや迷惑そうな顔をしているだろうと思いきや、まるで他人事みたいに涼しい顔をしている。というかまるで聞こえていないかのような素振り。聞こえていないわけはないよな。どうだ星名、お前に推薦があったけどやってみないか。木林先生がそう聞くと星名はすっと顔を上げて椅子から立ち上がった。そこの3人の推薦人がどうしてもっていうのやったら別にやっても構いませんけど。あ、普通に関西弁喋ってるね。関西イントネーションの敬語でそう言うと、星名はレンズ越しの冷たい目で3人の女生徒に向けた。女生徒たちは気をされたようにうつむく。
明らかに意地悪で言われてるにもかかわらず、星野のやつあっそうってな感じで面倒くさそうに受け流している。うーむ、クールだぜ。どうだそこの3人、お前たちがぜひにって言うなら星名もやってくれるそうだぞ。女生徒たちはお互いの顔を見合わせた。ええ、じゃあぜひお願いします。星名さん、一人がぎこちない笑顔で言った。なんか嫌な関係だなこれ。残りの二人は黙ってうつむいたまま顔を上げない。これ先生もさ、木林先生も察しろよこれ。ここ揉めてるじゃん確実に。よし、じゃあお前が委員長やれ。委員長やれじゃねえよ、後の進行任せるぞ。なんか星名さんかわいそうだな。視線を落としうなずくと星名は席を離れ黒板の前へと歩いていった。こんな感じでさ、去年も委員長やることになったんじゃないのか。なんとなくシンと静まり返ってしまった教室に星名の靴音だけが響く。その後星名は極めて無駄のない進行で他の委員や掃除当番の割り当てなどを実に手際よく決定した。生徒の司会によるホームルームがこんなスムーズに流れるなんて異例のことだ。昨年もクラス委員長をやっていただけのことがあって確かに容量がいい。だがそれ以上に星名が発する威圧的な空気が教室中の無駄口を減らし、滞りなくホームルームを進行させた。彼女は持ち前のクールボイスで喋ると教室中に緊張感が走り、それまでの喧騒が嘘のようにピタリと止むのだ。で結局なんだかんだでその時間は予定以上に空き時間ができた。この際ついでだから言うと、ちゃんとした座席を決めることになり席替えが始まった。席が決まり、ふと気づけばなんと俺の隣には星名が座っていた。おおおお、星名さんの隣の席か。おおいいじゃん星名さん横。赤凛は、赤凛どこなんだろう。あとあの東野は、東野名前わかんないから東野って呼んじゃうけど、あの水色髪のよ、委員長、こっち見た、お隣さんだな。よろしくよろしく、パン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 、よろしくよろしく。委員長は何も言わずそっぽ向く。相変わらず愛想のない女。でもこうしてみると結構横顔が可愛かったりする。あー、なるほど、波乱のホームルームでしたね。星名さんが委員長で、あの意地悪3人組も同じクラスってのは、これは何かまだまだありそうだな。放課後、家路を急ぐ生徒もいれば、用もないのに残りをし、取り留めもない雑談や噂話に花を咲かせる生徒もいる。俺はカバンを取って席から立ち上がった。あかり、帰ろうぜ。移動か。あ、レミー、レミー会いたい。レミー何組になったんだよ、レミー。お、あー、でもそっか、ここにあかりがいるなら、あかり一直線に行かないとまずいな。ごめん、ちょっとレミーに会いたいけど、ここはあかりだわ。あかり、一緒に帰ろうぜ。もう一日中一緒にいるな。行きも一緒、クラスも一緒、帰りも一緒って。一人みたいだ。今日は志保と一緒じゃない。俺は後ろから声をかけた。よ、あ、帰りか。うなずくあかり。どうすっかな、だったら一緒に帰ろうぜ。俺は言った。うん、おお、いいじゃん。特に予定もない二人はせっかくだしちょっと寄り道をしていくことにした。遠回りになるが商店街コースで帰ることにする。デートだよそれ。あのお店ちょっと寄っていい？あん？あかりが指さしたのはちょっと大きめのペットショップだった。なんか用あんのか？そんなわけじゃないけど、ちょっと覗いていこうよ。ほうほうほう、まあいいけど。俺たちは店内に入った。ペットショップね。おお、いいじゃん。見て見て、かなり広いところじゃない。あー、鳥さんもいる。いいじゃん、可愛らしいじゃん。ん？あかりが身をかがめて覗き込んだのはハムスターのケースだった。
あれ、なんかマサシに影響されてる？木のクズの上を数匹のハムスターがひくひくやっている。そういやマサシも飼ってんだよな。確か同じ種類だよ、うん、ジャンガリアンって書いてあるから。ジャンガリアン、ハムスターにも種類があるのか。あるよ、ほらこれはジャンガリアンだし、こっちはゴールデン、あれはロボロフスキーだって。へえ、生意気なネズミのくせに。ネズミじゃないよ、ハムスターだよ。なんか似たようなくだりがファーストキスストーリーにもあった気がすんな。彩香ちゃんも飼ってたな、ハムスター。同じだ。違うよ、病気持ってないネズミだ。違うよ、ハムスターはハムスターだよ、ネズミとは全然違うよ。へいへい、わかったわかった、俺は肩をすくめた。ところで、あん？もしも今ペットを飼うとしたらどんな動物がいい？俺は鳥さん大好きな人間だからね。ペットか、ペットはな。そういえば昔、おっきな犬を飼ってたよね。あ、そうなんだ。まあな。また飼いたいとかって思わない？ペットは死んだ時がかわいそうでな。あ、死んだ時が？あ、ボス。ボスって名前なの？犬の名前？ボスの時に思い知った。俺は小学校の時に飼っていた犬のボスを思い出しながら言った。ボスってかっこいい名前だな。ボスはとにかくでっけえ白犬で、確かピレネーあたりの雑種だった。お手をさせるとでっかい白い手がドカッと乗ってきて、まだ小さな俺はよく潰されそうになったもんだ。あかりやまさしにも懐いていて、よくみんなで一緒に散歩したりもした。だがそんなボスもある時急な病気でばったりと死んでしまった。そのショックが大きくて俺はしばらく落ち込みまくった。あかりやまさしとも遊ばずにずっと部屋にこもりっきりになったことがあった。ペットロスですね。可愛がったらその分死んだ時も辛いし、だから可愛がらないってのもそれはそれでなんだしな。あかりはうつむき加減でうなずいた。しまった、何暗いオーラまとってんだ俺。俺は慌てて笑顔を作り直すと、でもまあ死んだらかわいそうだけど、そばにいると確かに心が和むと言った。するとあかりはと明るくうなずいた。だったら次に飼うとしたら何がいい？俺か、そうだな。おー。あ、ここはね、あかりはクマ好きだからクマとかどうだっていうのがいいんじゃない？でもわかんねえからセーブしとこうぜ。外したくない、外したくない。ここにセーブ。クマとかどうだでちょっと笑いを取るというか、赤流系を狙うってのがいいんじゃないのかな。クマとかどうだ、どう？え、お前も好きだろ？うん、でも本当のクマは凶暴なんだよ。そんなことはないぞ、ちっちゃい時から飼っていればちゃんと人に懐くんだぞ。あ、でも懐いてるクマの映像とか見たことあるよ、 YouTube でテレビでやってたんだ。あかりのクマ好きは過去俺内部で有名だ。なんでかよくわかんねえけど、クマグッズとかに目がない。きっと可愛いぞ、子グマ。ぬいぐるみみたいでよ、転がしてやったら喜んだりさ。サーカスみたいに小さい頃から仕込めばゲームを覚えるんだぜ。覚えた芸を成功させるたびに蜂蜜とか角砂糖をやるんだ。連中甘いの好きだからな。僕は蜂蜜が大好きなんだっつって、赤い唇と、あ、赤い首輪とかつけてさ。想像した？うん、結構いいかも。あ、でも盛り上がってるから普通にこれ正解だったんじゃないかな、選択肢。バカ、クマなんか買えるかよ。ひどいな、ひどいな言い方よ。おい、それから俺とあかりはいろいろと店内の動物を見て回った。あれ、終わった、合ってたのかな。いや、でも犬も猫も、いや、うん、これでいこう。
多分合ってたよ。新しいクラスにも早速馴染んできた。俺は順応性が高いやつなのだ。だが馴染みすぎると逆にリラックスして居眠りしまうから困ったものだ。そうならないためにも早く寝とこ。4月9日が終わる。新しいクラスに馴染むのっていうのは大変ですよね、本当にね。4月10日、俺もなかなかこう自分から話しかけられるタイプじゃなかったから苦労しましたよ。最初は今日のコンディションはグッドだ。ジョギングでもやりたい気分だぜ。けど時間がない。今日はすごくポカポカしてるね。春だからな。気持ちいいよね。春だからな。さっきからそればっかり、うん、春だからな。いい会話だな。なんつうかやっと新学期の実感が湧いてきた気がするな。そうだね。あかりもうなずいた。学校に近づくにつれてだんだん真新しい学生服、学生姿の生徒が増えていく感じだ。まるで中学生がうちの学校の制服を着たような新入生は1年前の自分もそうだったとは思えないほど違和感がある。俺はどうだったかな。思い出そうとしても1年も前の朝のことなんて覚えちゃいない。あかり、俺も1年前はあんなだったか。うん、やっぱりいつも通りだったよ。いつも通り、バカ、そんなこと聞いてねえよ。俺もういういしかったかって聞いてんな。やっぱりいつも通りだったよ。そう。たく、まあお前は毎朝俺と一緒だから違いがあってもわかんねえか。そう言って視線を校門に向けた時だった。ん？偶然一人の女の子に目が止まった。新キャラか？お、なんかあのミニゲームの時にこの子いた気がする。なんだかその子はひどく違和感があった。新入生だろうか。 BGM がなんかすごい独特だな。でもそれ以外に俺たちと何も違いはない。なのにその女の子は周りの風景に取り残されたような感じがする。特に歩くのが遅いわけもないのに他の生徒たちはどんどんその子を追い越していく。ついに来た幽霊キャラ。春の幽霊キャラ来た。桜の妖精さんですか。そんな感じさえしてくる。あの子なんだか寂しそうだ。あ、でも明かりも見えてんのか。俺にしか見えないわけではないのか。同じ女の子を見て明かりが言う。そうか、寂しそうなんだ。他の生徒と違って見えたのはあの子が寂しそうだからか。なんか訳ありなんだろうな。あー、でも来ましたね、新入生キャラ。そのうち女の子は校舎の中へ見えなくなり、俺もそれ以上考えることをやめた。何なんだろう、寂しそうな新入生。紫、薄紫の髪色。でも今年1年ずっと一緒だと思うとなんだか嬉しいな。微笑みながら明かりが言った。何を今さら。机の上で頬杖をついた俺はくだらなそうに息を吐いた。お互い顔だって見飽きているだろう。うん、私はまだ見飽きてないよ。おお嬉しいね。なんかじゃあこの1年間ね、飽きるぐらい見ようかな。どんなセリフだよ。何言ってんだよバカ。2年になって3日目。そういえばあかりと一緒のクラスになったのは何年ぶりだろうか。中学の1年以来かな。幼稚園の頃からずっと同じ学校に通っているけど、クラスが一緒になったのはほんの 2,3 回しかない。ねえ、今日一緒に帰ろっか。お、何積極的じゃない。ちょっと目を細め、あかりが言った。あん、なんで。なんで特に理由はないけど。あかりがそう言ってぎこちなく笑った時、ん、あ、しほか。ねえねえ、みんな聞いて。あ、出た、しほちゃんネットワーク。大ニュース。突然しほのやつが騒がしく教室に飛び込んできた。クラスの連中は一体何の騒ぎだと声の方に顔を向ける。声の主がしほだと分かると。なんだよ長岡、
その大ニュースってのは2年生になっても変わんねえなこいつは。男子の一人がそう声をかけた。気になる？じゃあここに来て聞きなさいよ。教卓を叩きながら志保がそう言うと、何人かはゾロゾロと立ち上がって教団の周りに集まりだした。その数7、8人。皆さん好きだね。志保が大ニュースだって。知るか、どうせガセだよ。お前が代わりに聞いてやってくれ。どうせまた先生がラゴホから出てきたとかそういうんだろ。俺はパス、あと頼んだぜ。まあでも正直気になるけどな。志保には冷たいんだから。苦笑交じりでうなずいて、あかりは教団に向かう。俺は机にうつ伏した。何しろホームルームまで時間が少しある。何度も言うようだが、そのわずかな時間うとうとするのが最高に気持ちいいんだ。志保のガセネタなんかに耳を貸す気はない。はいはい、そこだ。あ、俺名指し。こっちに来なさいよ。名指しで呼ばれ、俺の気分は一気にぶち壊しになった。うるせえぞ、それだけ集まりゃ十分だろ。あんたが来ないと始まんないのよ。なんでよ。まさし、早くそいつを連れてきて。見るとまさしがちょうど教室に来たところだった。どうしたの志保。今からとっときの大ニュースを披露すんのよ。みんな待ってんだから。なんで誰も待っちゃいねえのに、翔のやつは得意のでっち上げに出た。あ、うん、分かったよ。慌ててうなずくまさし。てめえしよう、嘘つき。うっさいわね。あんたがおとなしくこっちに来ればいいのよ。来てほしいんだろ。素直に言えよ。行こうよ。好きだって言っちゃえよ。まだしまだそんなことを言う。お前も来いよ。あ、おう。しよう、取り囲んだ連中からも呼ばれ、ニッチもサッチも俺は仲間に加わざるを得ない状況になっていた。はいはい、わかりましたよ。俺はしぶしぶ出しやがった。チキショー、俺の安らかなひとときを邪魔しやがって。おう、さーて、みんな揃ったところで本題に入るわよ。長岡さん、今度は誰のスキャンダル？女子の一人が聞く。スキャンダル、実に惜しいわね。それじゃあ事件。それも惜しい。うん、事件っていうより怪現象なのよね。怪現象。潮の言葉に周囲がかすかにざわめいた。期待と不安の表情で。連中はこの際ガセだろうが何だろうが、とにかく潮からの面白い話を聞きたい、そう思っているんだろう。俺は連中と違ってあぎれ顔で、ネタに捕まっちまって、とうとう怪奇現象まで持ち出したのかよ。聞こえるような声で言ってやった。何ですって？どういう意味よそれは。言わなきゃわかんねえのか。つまり。まあまあ、ちゃんと聞いてあげようよ。言いかけた俺をまさしが引き止めた。あんた、あたしの話を聞いた後でもそんな口が聞けるのかしらね。怪現象、何が起こったのよ。俺は黙ってるからさっさと終わらせてくれ。ここで言い争っても仕方がない。よく考えたら俺が潮に文句をつけたところで集まったみんなに迷惑がかかるだけだ。さーて、とんだ邪魔が入ったけど、ここから本当の本題よ。うん。志保の宣言で周りの連中は静まり返り、雰囲気だけはそれなりになった。新入生の一人にエスパーがいるらしいのよ。エスパー現る。連中は幻想そうな声でつぶやいた。俺は思わず鼻で笑ってしまう。エスパーって超能力者？隣でまさしが聞いた。そう、超能力者。自慢げにうなずく志保。すると今度は別のやつが聞いた。例えば念力とかテレパシーとか使う人？そうそう、そんな感じ。志保がうなずくと、みんな小声でとかマジかよとか言っている。リアクションとしては半信半疑って感じだ。俺はというとやっぱり鼻で笑った。嘘くせえつうか、まんまガセじゃねえか、なんて言ってやろうがと思ったが、ここで言い合っても長くなるだけなのでやめた。代わりに俺は、でそのエスパーがどうしたってと話を進めた。志保は言われなくても分かってるわよって顔をして、その前にみんなは入学式の事件のこと知ってる？ん？それなら知ってるよ。何？事件って校長先生が怪我しそうになったことだよね。何それ、どういうこと？まさしが言うと他にも何人かが知ってると頷いた。
校長が怪我って入学式にそんなことがあったのか。知らない人もいるみたいだから私が説明するね。そう言って志保はその時の様子を身振り手振りで語り始めた。入学式、校長先生が長ったらしいお話を始めました。これから皆さんが体験する高校生活というものはってね、うん、誰も聞いちゃいねって感じ。校長先生のお話。するとしばらくして生徒の一人が天井を指さして危ないって叫んだ。みんなが見上げると舞台の上を照らす照明の一つがふっと暗くなったの。照明を吊るしてるコードが傷んでて重みで切れそうになってたのよね、うん、みんなの見てる前で配線のコードが一本ずつプチッと切れていって最後にガッシャーン。幸い落ちたのが校長先生から一つずれた場所だったからよかったけど、あのでかいライトがもし命中しちゃったりしてたらさすがの校長先生もひとたまりもなかったわよね。マジか、結構な大事件じゃんそれは。だったら小さいライトなら大丈夫なのかと突っ込んでやりたくなったがやめた。それでその話とエスパーがどうつながるんだ。一番気になる点を聞いてみた。そう、どうつながるのか。変なポーズをつけて俺を刺す志保、もったいつけずに早く言え。もし校長先生のお話が始まる前から舞台の照明が危険だから式を中断しようって言い出した子がいたとしたらみんな驚く。あー、事前に中断しようって。始まる前から。それって大予言。誰かがそんな声を上げる。大予言、いい言葉ね。そんな大予言を新入生の一人がしてたとすると話はつながるわね。長岡、それってマジ？マジ？たまたまなんじゃねえの？そんな問いに志保はチッチッと指を振った。甘いわね。そのあたりは調査済み。その子は前の学校でもたびたび大予言してるんだから。どういうこと大予言。誰なのその人、男女？もしかして今朝会ったあの薄紫の女の子か。聞かれた志保は勝ち誇ったように。聞きたい。志保に聞いた本人も含めてみんながうなずいた。そのエスパーの名は姫川琴音。うん、女の子よ。いや、名前だけ言われてもわからん。姫川琴音、それも結構美人。志保の言葉に集まった連中はへーと感心してしまった。俺のリアクションはへー名も信用できるかなんだかな。まあここは普通にへーでいいんじゃないかな。へえ、俺は素直に感心した。だが全面的に信用したわけじゃない。とりあえず入学式の事件は他にも証人がいるようだし信用はできそうだ。今回は大予言だったけど実は彼女の周りでそれ以外の不思議な事件もたくさん起こってるのよ。うん、へえ、どんな事件？例えばさ、彼女が見つめる窓ガラスが触れてもいないのにパリーンとか、どっしりした花瓶が台の上を滑ったり。なんかそれってポルターガイストじゃないのか？あんた難しい言葉知ってるわね。もしかしてオカルトマニア？誰でも知ってるって。てのは冗談で、彼女の身の回りで起こる現象をポルターガイストだと思う人は少なからずいるみたいね。でもそれは彼女本人が否定したっていう証人もいるのよ。ほう。幽霊の仕業じゃないって？そう、自分がやったって言うのよ。じゃあ体育館の照明もその子が自分で落としたのかよ。殺人犯やん。危ねえな、危ねえやつだな。超能力で片っ端から物をぶっ壊すなんて。言いながら俺は美人だけど乱暴者な女の子を思い浮かべた。さあどうなのかしらね。私もそのあたりは調査中なのよ。今日言いたかったのはエスパー新入生と体育館の事件の話題だけ。エスパー新入生、待て続報って感じね。ならさっさと調べろ、真相が気になるじゃねえか。うっさいわね。でもまあ話の流れ的に朝会った子がそうなんだろうな。あんたが余計なことまで聞き出そうとするからじゃないの。これはオカルト研究部期待の新人なんじゃないですか。クルス川先輩喜んでください。本物のオカルト少女がついに来ましたよ我が校に。てめえ人がせっかく聞いてやってんのにその態度はねえだろう。聞いてやってるですって。そういえばマルチ出てこねえな。マルチ、あれもう4月だよ。マルチ出てこないのかな。
この明かりルートだと。なんだといい気分で寝てたところを無理やり起こして聞かせたのはおめえだろう。なんだかんだ言って聞いてるのはあんたよ。こいつ、いい加減俺もかしんときた。はあ、また始まったよ。長岡と血は喧嘩か。血は喧嘩。夫婦喧嘩は犬も食わぬ。2年に上がっても変わらないね。そんな風に言われてんの俺たち。ここで落とし前をつけさせようと思ったら、ギャラリーたちがゾロゾロと席に戻り出した。残ったのは苦笑交じりのあかりとまさしだけ。俺と志保は揃って切り出すタイミングを外してしまった。今日はこの辺にしとく。ああ、二人で言い合ってても仕方ね。じゃあ、私、隣のクラスに行ってくるね。行ってくるってか、お前そっちのクラスな。もっと事前調査やっとけよ。ああ違う、また別のクラスに話しに行くってことか。考えとか。エスパー少女現るを。志保はいそいそと隣のクラスへ向かった。俺は残った二人と一緒に席に向かう。超能力だって。いや本当嵐のようにやってきたな志保は。あいつが来ると騒がしい。すごいね。心底感心したような顔であかりが言う。ただの偶然だろう。でも念じただけで物を動かせるってどんな気分なんだろう。でもさ、本当にさ、今のところずっと明かりルート、明かりの好感度を上げて進めているけど、オカルト現象が出てきたりロボットが出てきたりっていう、そういうことは一切ないね今のところね。マルチどこで出てくるんだ。お前まですんなり信用すんなよ。そんなことないよ。普通の人でも虫の知らせっていうのがあるし。ああ、おいおい、予言の話はそれでいいけど、物が壊れたり動いたりするのはどう説明すんだ。虫が動かすのかよ。虫が動かすのかよ。ちょっとよくわからん日本語を喋ってしまってる。それがわからないから超能力なんだよ。お前言うことが志保に似てきた。実はまさしがさ、志保に惚れてるとかだったら俺ちょっと応援したいな。そこの関係好きだな。気をつけないと。気をつけ、いや惚れてねえな、惚れてねえわこれ。素の顔で言うまさし。冗談なのか本気なのか見当がつかない。志保に聞かれたらうるせえぞ。とりあえずどっちとも取れるリアクションで返した。超能力ってすごいと思うけど、私は持ってない方がいいな。なんで？あると便利じゃねえか。テレビに出て儲けるとか。でも普通じゃない人って苦労が多そうだから。そうだね。確かに明かりはどんくさいところがあるからな。持ってない方が似合っているよな。3人でそんな話をしているうちにホームルーム開始のチャイムが鳴った。しかし肩書きが超能力者っていうのも超能力者っていう新入生も大げさなものだ。そう思ってんのも志保ぐらいだろうけど、どうなんでしょうね本当のところはね。お昼、これはあかりと一緒にお昼イベントか。午前中の授業が終わって昼休み、朝食のパンを買いにまさしと一緒に食堂にある購買部へと向かっていた時のことだ。ですからこれは単なる格闘技ファンのための同好会ではなく、みんなで共に新しい格闘技を研究開発しながら学んでいこうという、そういう目的の同好会で。向こうの廊下のあたりからそんな声が聞こえてきた。立ち止まって声の方を見てみると、何人かの女性とが輪になって集まっている。これまた新キャラか。その輪の中心にはボーイッシュなショートカットの女の子がいて、周りの女生徒たちに対して何やら格闘技がどうのかこうとか熱心に語りかけていた。何やってんだ、クラブの勧誘かなんかか。なんかさ、どうしたの。あのメインキャラの一人にさ、体操着着てる子がいるんだよ。その子かな。まさしが立ち止まって聞く。ん、ああちょっと、あの人だかり。ああクラブの勧誘みたいだな。お、格闘技を学ぶことで私たちは非常に多くのことを得ることができます。カンペ読んでる。なんか
かわいい。かわいい。いいね。なんか初見で、シュキってなっちゃった今。初見でシュキってなっちゃった。何この子、かわいいんだけど。中でもやはり最大の喜びは、日に日に自分が強くなっていくことを実感できるということです。毎日厳しい訓練を重ねることで、肉体的にも精神的にもそれまでの自分の限界を超えて強くなっていくのが実感できるんです。格闘少女なんだこの子。女の子はひたむきさがにじみ出るほどの熱っぽさで格闘技について力説していた。カンペ見てるけどね、大きいね。だがそれを聞いている周りの女生徒たちは、どっちかといえばただ面白がっているだけといった様子だ。クスクス笑いに混じって時折、やだなんか汗臭い、あら、などと小バカにしたような声も聞こえてくる。それでもショートカットの子は一生懸命話を続けている。せっかくの同好会なんですから、堅苦しい礼儀作法や精神論は抜きにして、のびのびとやっていきたいと思っています。格闘同好会。まずは実際に体を動かし、格闘技の奥の深さ、面白さを十分に理解していただこうと思っています。精神的なことは強くなる一環として後々に学ぶべきことだと思いますから。なるほど、なんかしっかりしてんね。女子の中から質問の声が上がる。するわけでしょ。ええ、まあ格闘技ですから。やだ、それって危ないじゃん。まあまあな。一応グローブとかつけますし、スパーリングとかの時はヘッドギアとかもつけますから、それほどエクササイズみたいなものもあんの。え、あ、かわいい。終わってからシャワーとか使える？あ、ですね、今のところまだ物質はなくて。それじゃあ汗かいたらどうすんの？着替えとかは？顧問は？部費は？めっちゃ聞かれてんじゃん。マシンガンのような質問の嵐の中、女の子は押され気味でタジタジになる。ちょっと気の毒だ。この子も新入生か。新入生キャラ、なんつうかクラブの勧誘もだけなのって感じだな。うん、なんか頑張ってた。うわー、でも見た目初期。見た目は初期だな。この間のクラブの紹介のオリエンテーション以降、休み時間になるとこうやっていろんなクラブの連中が各所でこぞって新人勧誘の演説を行うようになった。大きいクラブは派手に、小さな同好会はそこに負けじとアイディアを凝らし、新人確保に精を出している。格闘少女か。ところで格闘技って聞こえたけど、空手とか柔道の勧誘かな。いや、同好会とか言ってるから多分なんか別の格闘技だな。しかも聞いた感じ、実際にやる方みたい。そういえば格闘技好きなんだよね。格闘技大好きよ。バキもホーリーランドも喧嘩商売も読んでるよ。でも好きってほどでもないぜ。なんで？俺が聞くと、マサシはちょっと拗ねたような顔をこっちに向けた。だって中学生の頃、よく僕にプロレスの技とかを仕掛けてきたじゃない。そんなことしてたの？あー、でも好きだよな、男子はそういう悪ふざけ。あー、あれはただ単に言いかけて俺は口をつぐんだ。その後、お前をいじめてただけと続くはずだった。けどよ、あのショートカットの子、俺は話をそらした。随分と熱心な勧誘だってよな。さっきから一生懸命喋ってるぜ。うん、マイナーな同好会は部員の数で予算の割り当てが決まるからね。どこも必死だよ。それにしてもみんな真面目に聞いていないみたいだ。なんだかかわいそうだな。あ、何？マサシがいきなりそんな声を上げた。なんだよ。それより急がないと売り切れちゃうよ。あ、パンが。そういや、今パンを買いに行く途中だけか。購買部における昼間のパン争奪戦は実に激しい戦いだ。特にうまいパンにありつけたいならチャイムダッシュをかけないとまずゲットできない。まさに格闘技のようだね。しまった、これは大きなタイムロスだ。早く行こう。
忙しつつせかしつつ、まさしは先へ行こうとする。俺はちょっと正直気になる気になるんだけど、あれかな、あんまり他の女の子に浮気すんのも良くないかな。いやでもいやちょっとぐらいさ、ちょっとぐらいいいね、ちょっとぐらいさ気になるんじゃ、格闘技気になるんじゃ。悪い、まさし、お前先に行ってカツサンドとウィンナーロール買っといて。え、金は後で払う、いいからカツサンドとウィンナーロールな、頼んだぞ。そう言うと俺は戸惑うまさしの肩をポーンと叩いて例の人だかりの方へと足を向けた。もう女の子の熱心な説明は続いていた。現代の格闘技は決して単なる腕力の競い合いではありません。ルールがあり、作戦があり、駆け引きがあります、うん、洗練された非常に高度なテクニックのぶつかり合いなのです。相手を倒す、その最もシンプルなルール上で最も高度で複雑な試合が展開されるんです。格闘技の魅力を語っているうちに彼女は少しずつ熱くなり、次第に自分だけの世界に入っていくような感じだった。お、現在一口に格闘技といっても実に様々な種類が存在します。メジャーなもので言えば柔道、空手、ボクシングなどがあると思いますが、その他にもまだまだ数えきれないほどの格闘技があります。日本だけを例に挙げても、例えば相撲も格闘技に分類されるでしょうし、合気道や日本拳法などもあります。また近年ではプロレスやボクシングから独自のスタイルを追求して、そんな君にガローデンを勧めたいよさらに世界へと目を向ければまだまだたくさんの格闘技が存在しています。中国には太極拳や剣威拳などの中国拳法が、韓国にはテコンドー、タイにはムエタイ、ロシアにはサンボ、ブラジルにはグレイシー柔術など、それこそマイナーなものや流派の異なるものまで含めれば星の数ほどの格闘技が存在しています。これほど数多くの流派が存在する格闘技界ですが、本来それらは全く別のものであり、決して同じ舞台に立つことはありえませんでした。ですが、ですが数年前、アメリカでバーンフィール形式によるアルティメット大会が開催されて以降、そういう垣根を取り払った総合格闘技が一般の注目を浴び始めました。総合ね、格闘技界にとってそれは新しい時代の始まりでした。女の子は今や一人突っ走り、興味本位で集まっていたギャラリーたちはすでに誰一人としてついてきていない。次第に一人また一人とその場から立ち去っていく。やがて気がつけばそこに残っているのは俺一人になっていた。そしてこの世界的規模の格闘技の流星はついに日本の高校格闘技界にまでも及んだのです。まだ一般の知名度は低いようですが、昨年企業主催の全国総合格闘技選手権とも言うべきエクスト何を言おうとしたんだろう。だが彼女はそこで言葉を止めてキョロキョロと周りを見渡した。エクストってなんだ。あれもう誰もいない、みんなどっかへ行っちまったよ。俺が言うと彼女はもう一度ゆっくりと周りを見渡し、やがて深いため息とともにがっくりうなだれた。かわいいなかわいいなって言ってちゃダメかな。明かりが赤髪だからさ、青髪がこうなんかちょっとこうね、対照的でいいね。肩を落としたままつぶやいた。また誰も聞いてくれなかった。やっぱり私勧誘が下手なのかな。女の子はうつむいたまま小声でつぶやいた。まあ小顔でもあるけど、こんなじゃいつまで経っても彩香さんに追いつけない。彩香さんって誰だ。しばらくして、あの何か。女の子は顔を上げていった。話の続き待ってたんだけど。話の続きですか。さっきエクストなんたらって言いかけてそこで止まってるだろう。エクスト、あ、エクストリームのことですか。エクストリーム、そうそう、それそれ。エクストリームというのはですね、
一旦口を開きかけた彼女だが、なぜか途中で言葉を切った。一つ聞いてもいいですか？え？さっきの私の話ずっと聞いてくださってたんですか？聞いてたよ、ちゃんと。まあ後半からだけど、たまたまそこを通ったら面白そうな話をしてたから。え？面白そう？その瞬間女の子の表情はパッと明るくなった。もしかして格闘技お好きですか？うん、まあどっちかといえば好きな方かな。本当ですか？大きく目を見開いて言う。見開いてないけどね。つっても全然詳しくはないぜ。プロレスとかたまに見たりする程度だから。いえ、それで十分です。君は？俺なんかよりも随分好きそうだけど。すると女の子は強く大きくうなずいていった。はい、大好きです。おお、ちょっぴりボーイッシュなすがすがしく爽やかな笑顔だった。いろんな技を研究して何度も何度も実践して少しずつ体がそれを覚えていく喜びはとても一言じゃ言い表せないほどの感動があります。そういう筋肉だな。心から思います。パワー。まっすぐこっちを見て身を乗り出し、一語一語はっきりとした口調で言う。なんとなく迫力があった。ってことはやっぱ実際にやる方の格闘技なんだな。え？いや、格闘技の同好会って言っても実際にやるのと見るのじゃ180度違うだろう。そうです、こっちはやる方の格闘技です。うん、実際に自分たちで格闘技をやります。へえ、ガタイのいい男子がフラストレーションの発散の場所を求めてってのはわかる気もするけど、こんな小柄な女の子がね、こりゃ確かに珍しい。すみません。いやでもいいよ、グローブはめてるとこ見てみたいよ。この子にボコボコにされたいね。俺、伊助大輔です。黒い名前でごめん。そっちはごめん。そっちは？私は。彼女はコホンと咳払いをして背筋を伸ばすと元気よく挨拶をした。先日入学したばかりです。1年 C 組、松原葵と申します。松原葵ちゃん覚えたぞ。姿勢よく頭を下げる。葵ちゃんに出会ったせいで、葵ちゃんに鼻の下伸ばしたせいですげえ時間長くなっちゃったんだけど今回。今時珍しいぐらい礼儀正しい子だ。葵ちゃんいいな。そうそう、エクストリームについての質問でしたよね。ああ。エクストリームというのはですね、昨年度から開催された全国総合格闘技選手権のことを言うんです。ほう、全国選手権。去年の試合はテレビで中継もされましたし、今はビデオになってレンタルもしてますよ。ビデオか、 VHS か、時代を感じるな。ご存知ないですか？いや、聞いたことないな。一応格闘技界では大メジャーなんですけど、一般の認知度はまだまだ低いのかもしれませんね。で、それって結局どんな格闘技の大会なわけ？え？葵ちゃんはキョトンとした顔をする。だからそのエクストリームってやつはどんな格闘技で戦うのか。あ、すみません、根本的なことの説明が抜けていました。葵ちゃんはコホンと咳払いをした。エクストリームは総合格闘技なんです。で、きっとあれでしょ、高校生の大会なんじゃないのかな。総合格闘技。はい、エクストリーム大会公認のルールで行われる打撃あり投げあり関節技ありの。この子が戦ってるとこ見たいわ。まだ先の話になるだろうけどさ、あかりを攻略した後は葵ちゃんルート行こうよ。俺すごい好きなんだけどな、この子。はあ、大まかに言うとルールは、後輩に手出しちゃおうよ。試合は5分間の一本勝負、大会指定のウレタンナックルおよびレッグの着用義務、うん、KO もしくは TKO で負け、肘、額の使用禁止、顔面に対する膝の使用禁止、倒れた相手への打撃技の禁止、
目を狙った攻撃やその他危険を伴ういくつかの技の使用禁止。一方が寝技を仕掛けている限りレフェリーによるブレイクはなし。極力危険を抑えた上で多種多様な技術を必要とする格闘技、それがエクストリームなんです。燃えてんね。あ、燃えたよ本当に今。おお、その瞬間葵ちゃんの背中から燃え上がる炎が吹き上がったかのように見えた。ところで熱血格闘少女、部活動はおやりになられてますか。唐突に葵ちゃんはそんなことを聞く。え、いや別に何も。いやでもちょっと待って、これでその格闘同好会に入る流れになるとまずいな。これ今明かりルートだから、あくまで俺は正直に答えた。すると、そうなんですか。うん、葵ちゃんの表情がさらに明るくなった。じゃあもしよろしかったら。葵ちゃんはついと一歩近づくと、このクラブに入って私と一緒に格闘技を学びませんか。学ぶ。いやいや、いかん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 な。輝く瞳でそう言った。格闘技ってこの俺が。葵ちゃんルートは入るけど、今はまずいよ。大きくうなずく。まあここまで話聞いて断るのも心が痛いけど、この度新しくエクストリーム出場を前提とした同好会を作ろうと思ってるんです。いいじゃない。ですが学校の許可をもらうにはまだまだ部員数が足りなくて、ですから格闘技に興味のある方を探してたんです。ちょっと待った、格闘技なんて俺ごっこ遊び程度しかやったことがないんだぜ。構いませんよ。構わないんだ。この私でよければ基礎からお教えしますから。こう見えても私小さい頃から空手の道場に通ってまして。へえ、そういう問題じゃ。俺は小声でつぶやいた。あの、こんなに真剣に話を聞いてくれた人は先輩が初めてで、私それはたまたま。俺は苦笑した。君がちょっと可愛くて可愛くて鼻の下伸ばしてきちゃっただけで。興味が終わりになりそうですし、入部してくださればすごく心強いです。参ったな、んなこといきなり言われても。とにかく一度遊び気分で結構ですから、練習を見学に来てください。はあ、葵ちゃんは必死だ。部室や体育館はまだまだ使えませんけど、放課後月曜日と水曜日以外は毎日学校裏の神社で練習していますから。神社でやってるの、あんなとこでかよ。見学だけで結構です、お願いします。葵ちゃんは深く頭を下げた。お願いされてもな。ひたむきにビリビリと伝わってくるし、一生懸命なのはよくわかるが、だからって俺に格闘技なんてできるわけがない。ましてやそのエクストリームって大会に向けての同好会なんて意気込みがすごそうじゃないか。葵ちゃん以外にもごっつい連中が何人も集まってそう。さてここはどう答えたものか。まあ見学くらいなら気が向いたらってことで、悪いけど格闘技なんて葵ちゃんルートに行くなら A だろうね、見学くらいなら。でもごめん。ここまで話を聞いといて、10分ぐらい話を聞いといてなんだけど、赤にルートなんや。俺には赤にがいるんや。悪いけど悪い、俺には無理だ。俺は正直にそう言った。そんなズブの素人が面白半分に参加したところで怪我をするのがオチだ。はっきり言っといた方がいい。ごめんね、ごめんね葵ちゃん。葵ちゃんのことは忘れない。その場だけは言葉でうやむやにするのは性に合わねえ。一人の少女を傷つけてしまった。どんなに強靭な肉体を育てても心のまでは。いえ、こちらこそすみませんでした。心のダメージまでは。私一方的に無理なお願いばかり言っちゃって。口ではそう言ったが、葵ちゃんは見るからに残念そうだった。でももし気が向いたら気軽に見学に来てください。そう言って葵ちゃんは微笑んだ。いやフラグを立てておったね。罪作りなことしてんな本当にな。いやでもそうなのよ、本当明かりルートだからさ、ついちょっと新キャラはどんな子かなって知りたくなって
お話は聞いちゃいましたが、葵ちゃんはスルーしていかんとまずいですね。今日は掃除当番。今日の担当区域は渡り廊下。またここか。さっさっさ、適当にほうきで吐いて、はい終わり、教室に戻ろう。買ったり。さあ放課後の移動は、あかりはいるか。あかりとしほが一緒にいる。学校の外の神社ってどこだろう。おお、やってる、やってる、生きてー、生きてー。このミニキャラがすげえかわいいな。サンドバッグにさしてください。サンドバッグに入れてください。バキの死刑周辺の加藤のようにサンドバッグの中に入れてください。あーで、帰り道にはレミーね。でもごめんなさい、ここはあくまでね、明かり優先で行きましょう。志保も一緒にいるんだな。よう、帰るのか。うん、一緒に帰ろう。おう、一緒に帰ろう、お前と。うん、俺の答えはいいぜ、どうせ暇だし。葵ちゃんに鼻の下を伸ばしてたことは、うん、明かりにバレないようにしないと。じゃあ行こう。あれ、志保は？よっ。あ、ここで来んだ。下駄箱で志保のやつに出会った。なんだよ、せっかく二人で、やってくんない？二人で帰ろうと思ったのに。あれ、明かりも帰るところ。うん、そうなの。じゃあ三人で行くか。私、まっすぐ家に帰らないとダメなの。え、なんだ、じゃあパスだな。志保悪いけど今日は付き合えねえな。いいの、志保に付き合ってあげて。いや、まあいいけどさ、あかりがそう言うなら。うん、なんでだよ、俺はお前と帰るって言ったんだぜ。あらら、あかりと帰るんだ。志保、私はいいから一緒に行って。これどっちを取るかみたいなこと、もしかして。あかりは志保に気を使っているのか、そんなことを言う。どうする。俺の答えは、あー、もうこれはまた罪作りな選択やね。残酷な選択だよ。ごめんね志保、志保が嫌いなわけじゃねえんだよ。志保ちゃん情報も好きなんだよ。でも俺はあくまであかりと帰る。今回はあかりと戦略があっから、俺あかりと帰るぜ。ここの選択は大きかったんじゃないかな。ありがとう。でも志保に付き合ってあげて。え、なんでだよ、お前が先だろ。志保は来てほしいんでしょ。私はまた今度でいいから。はあ、おいおい、どうすんの。あかりもああ言ってるよ。けどな、私が戦略なんだから私に決めさせて。あかりは何が何でも志保に譲りたいらしい。なんで。この子も頑固だな。たくしゃねえな、俺は腹を決めた。あかりを選びつつ志保と一緒に商店街に行くってことか。うん、いいの。結局俺は志保の付き合いで商店街へ行くことになった。もちろん志保もそのうち攻略しますから、ちゃんと。俺たちは駅前商店街にやってきた。なあ、俺はどういう要件で連れてこられたんだ。あれ、言ってなかった。聞いてねえよ。洋服の見立てをやってほしいのよ。はあ、私が選ぶ洋服をあんたのセンスで採点してほしいの。なるほど、なんで俺にそんなことを頼むんだよ。男の子に受けがいい服ってよくわからないのよね。でもこれ97年とか97年の服は難しいぞ。小ギャルか、小ギャルなのかお前。って思ったわけよ。ルーズソックスとか履いちゃう俺に。そうよ、ガングロとかもこの時代だっけ。ガングロ、ガングロギャルみたいな流行んなかったっけ。あんたのセンスにかけてみることにしたのよ。なんでそんなことで賭けに出るんだよ。頼むのは構わないけど、その一か八かみたいな理由やめてくれよ。だって考えてもみなさいよ。服は私が選ぶとして、最終的にオッケー出すのはあんたなのよ。うん、私のセンスが悪くておまけ
センスまで悪かったら目も当てられないじゃないの。だからどうした、俺もお前に選ばれたんだぜ。だったらお前一人の責任だろう。だから賭けなのよ。なんだそのへりくつは。俺が気に入らねえんならな、他の男を探してこい。俺よかセンスのいい男なんてごまんといるだろうが。これはね、志保の乙女心よね。そうしたいのは山々だけど。来てほしいんでしょ。結局あんたが一番気軽に話せるのよ。ああそうかい、なら文句言うな。はいはい、期待してるわよ。で、どこで買うんだ。向こうを指さした潮の表情が変わる。なんだよ。あはは、今日お店お休みみたいね。なるほどな。確かに潮の指した方には閉店したブティックらしき建物が見える。お前な、ごめんして。なんだそりゃ。ごめんして。あら、こういうオチでございました。でも志保の私服一回見たことあるけど、結構おしゃれな服着てたんだよね。なんかあまりいい意味で志保らしくないというか。4月10日の夜、その日は寝る前に腹が減ったのでカップラーメンを作って食べた。こんな時に食べるカップラーメンってうまいんだよな。ズルズル、夜食のラーメンを食べて、あー、じゃあ今回はここまでにするか。長くなった。やたら長くなってしまいました。いや、期待の新入生エスパー&格闘少女が現れましたよ。いや、トゥーハートの世界観が広がっていくな。ただあくまで明かりルートですから、明かりを優先的に選んでいきますよ。たまにちょっと他の子に浮気しちゃうけどね。はい、今回この辺でご視聴ありがとうございました。